千枚漬けを売る漬物や千枚漬けは日本の京都の漬物の一つ。本来は薄切りにした株を乳酸発酵させた紅白色の漬物。現代では薄切りにした株を酢漬けにした漬物を刺す。千枚漬けは本来は株を乳酸発酵させた漬物で下漬けした株を昆布と少量のみりんで本漬けしたものを言った。しかし、 この製法だと白色の株が紅白色になり、発酵臭がつくなどの問題があったため、漬け法を用いた白い千枚漬けが主流になっている。株を薄く切って、昆布、唐辛子と共に漬けにしたものである。特に京の名の昭印陰株を使った千枚漬けが有名。株を薄く切り、損に漬け込む枚数が千枚以上もの枚数である。または株を千枚と言えるほど、 薄く切って作るのが名前の由来と伝えられる。もともと塩漬けして乳酸菌発酵をさせた昭和インカブの漬物を御所の料理人であった大黒屋藤三郎が慶応元年に考案したとされる。昭和インカブの生産時期に合わせて千枚漬けの漬け込みが行われ、販売時期もこの期間に限定される旬の漬物である。京都の冬を代表する漬物であり、 千枚漬けの他に、すぐき、しば漬けを合わせて、京都の三大漬物、京都土,土産の一つとなっている。千枚漬けを巻いたものを、身舟で留めたものや、身舟を芯にして千枚漬けを巻いたものなど千枚漬けに、身舟もセットにした商品もある。ありがとうございます。